K1 公式 SNS では K1 の最新情報をはじめ、各 SNS でオリジナル動画やコンテンツを随時配信中。フォロー、友達登録してパソコン、スマホで K1 を楽しもう。クラッシュ21ダブルメインイベント第1試合です。 ISKA 世界バンタム級タイトルマッチ、3分5ラウンド3ノックダウン制、55キログラム級、世界トップクラスの2人の戦いです。挑戦者はアンディ・ハウソン、そしてチャンピオンは寺戸信近。今試合スタートです。リング中央のハウソンに対して左インローから入りました赤いグローブ、防衛戦を迎えた寺戸です。ここも強いローキック、パワーがありそう。さあ中村さん、2人は一度戦う予定があったんですよね。そうですね、まあ、その時はアンディ・ハウソンの負傷で、まあ、流れた試合だったんですけど、まあ、このアンディ・ハウソンは、まあ、基本的にこうキックルールとかムエタイルールでキャリアと実績がある選手なんですけど、まあ、そういったスタイルをベースにしつつも結構パンチとローが重くて、それで勝ってる試合も多いので、まあ、ムエタイルール、ムエタイスタイルがありながら攻撃力がある選手というか、うん、そんなスタイルかなとは思いますね。小木龍馬選手、はい、この構え、そして強いローキックあたりから何が見えてきますか？まず寺戸選手、右足の浮かしですよね、浮かしのかかとを浮かしてますよね、はい、これってまあ攻撃性、どんどん自分から前に出るっていうスタイルなんですよ。で逆にアンディ選手は後屈立ち、後ろのかかとをしっかり落として、受けてから攻撃をするっていうパターンが上手い選手ですよね、はい、もうそこにパンチ、ローキック、うん、左で突き放したハウソンですが、寺戸はいい形に持ち込んだんじゃないですか？そうですね、プレッシャー前に出てますね。まあ、寺戸選手、前回の伊沢選手との復帰戦でこうステップをうまく使うっていうところをテーマに置いて、それでこう新しいスタイルを作りたいみたいなことも言ってたので、まあ、その辺がこのハウソン相手にどこまで出るのかっていうのもちょっと見たいなと思いますね。泥臭い戦いでもいいんだと本人は公言しましたね、はい、それでも激しく打ち合う、そして勝つと、この階級自分がチャンピオンであるという寺戸対して、ハウソン、ここはやや前傾姿勢になりました。右のストレートが伸びてくる、これは注意しなければいけません。チャンピオンの寺戸です。これアンディ選手は計量の時も体見たんですけど、あんまりこう筋肉質じゃなくて全然パワーあるのかなと思うんですけど、はい、パンチの一発はあるんですよね。すごいですね、凄みはあります、うん、でパンチの速さ自体もありそうです。そうですね、細かいパンチが速いですね。ここも蹴り足を掴んでの攻撃はいけません。すまなかったという動きを見せたハウソンです。振り下ろしのローキック、逆に下から蹴り上げたのが寺戸。まあ、なんか寺戸選手の攻撃を受けてもこうハウソンの方がこうじっと寺戸選手の方を見ているのがちょっとなんか怖いですよね、そしてこのおびただしいタトゥー、迫力がありますハウソン、何かを狙っている風にも見えるんですよね、中村さん、はい、まあ、あまりこうガンガン行くタイプじゃないので、まあ、基本そういうスタイルだと思うんですけどね、はい、それに対して寺戸、ここもパンチが強いハウソン、うん、右フック、動きが止まったか、いや寺戸返すか、時間がない、ここで第1ラウンド終了。こちらです、アンディハウソン、対する赤コーナーからはチャンピオンの寺戸、盟友山本裕也選手がいつものようについています。アンディ選手はおそらく体幹がすごい強いと思うんですよ、はい、首相撲とか相当うまいと思いますね。そのルール、首相撲は使えないルールとなっていますけれどもね、ならばパンチで見せてやろうというふうに、体幹強い選手はパンチ重いんですよね、中村さん、もう第1ラウンドで分かりましたね、はい、そうですね、まあ、全く、まあ、ルール的な問題もないというふうに思いますね、やはり強い男だったハウソン、そこに右寺戸パンチで追撃、早くも決めてしまうというのか、しかし膝を返すハウソン、打ち合いになった、右ストレート、あー逆に右だ、この打ち合いの中チャンピオンダウン、いややっぱり一発が重い、これがある、ね、これが怖い挑戦者アンディ・ハウソンです。寺戸のダメージが心配、それでも右腰が打ちかける、投げ倒すパンチです。立ったままですがスタンディングダウン、2度目のダウンです。寺戸信近危ういし、全然目は死んでないですね、
まだ、うん、あと2分あります。もう1回ダウンを奪われると寺戸が KO 負けとなってしまう。打ち合いますね。それでもそれでも引かない。それでも中村さん、ハウソンも前に出てきますね、はい、あ、もう寺戸選手もう守る気な、まあ、逃げ切るみたいな、耐えるっていう感じないですね。逆に打ち合いの中でこそということになるんでしょうか、はい、右左だ。今度はハウソンがダウン。寺戸ダウンを一つ奪い返しました。話を見ながらコーナーに帰っていくハウソン。さあスタートです、リスタートです。ここまで寺戸がダウン2回、ハウソンがダウン1回。ハウソンの右、左から右バッチ、右ストレート、足元から崩れたハウソン。これで中村さん、イーブンです。ダウンの数はイーブンですね。小指枠選手、流れが寺戸ですか。そうですね、もう打ち合いの中で一発入ったのが勝ちですね。おお、15秒、ここで倒し切った。ぜひやらせてもらいたいと思うんで、今日は本当にありがとうございました。